皆さんこんにちは、ボーカリストのケンです。今日はですね、パリ街歩きということで、ヨーロッパでも随一のこのおしゃれな街を皆様にご紹介していきたいと思います。今見えてるのがセーヌ川沿いにあるオルセー美術館なんですが、夕暮れ時のオルセー美術館、めっちゃ綺麗じゃないですか。で、オルセー美術館といえばですね、やっぱりモネとかの印象派の絵が有名なんですが、僕個人的にはこのクールベという画家の絵を初めて見てですね、この絵が僕が今取り組んでいるシューマンのリーダークライスの世界に近くて、とっても印象に残りました。次にご紹介するのは、あの有名なエッフェル塔です。パリは雲一つないぐらいいい天気で、もう本当に日が当たると暑いぐらいだったんですけども、街歩きにはもう最高の天気でしたね。で、ツイッターの方にですね、凱旋門の上まで登るとパリを一望できますよっていうコメントをいただいたので、僕もちょっとせっかくなのでパリの夜景を見ようと思って、夜に凱旋門の上まで登ってみました。この夜景はめっちゃ感動しましたね。コメントで教えていただいた方、ありがとうございました。で、凱旋門のすぐそばに有名なションゼリゼ通りがあります。この通りは高級ブティックとかがたくさんあって、まあ日本でいうところの銀座の通りとか、なんかそういう感じなのかなと思いました。それではここから電車に乗ってですね、パリの中でも特におしゃれな地区と言われているモンマルトルに行ってきます。モンマルトルの駅を降りてすぐ近くにあるのが、この名物にもなっているジュテームの壁というやつで、いろんな国の言語で愛の告白が書かれています。で、モンマルトルの丘といってですね、モンマルトルの上の方まで行くとパリを一望できるようになっていて、ケーブルカーでも上まで行けるんですが、この日はせっかくなのでちょっと歩いて、そんなに時間かからないので歩いて上まで登ってみました。モンマルトルはもう建物とか街の景色が本当に綺麗で、大好きな街になりました。
この辺りもおしゃれで可愛いお店が本当にたくさんありましたね。で、モンマルトルの丘の頂上まで来たところにとっても可愛いカフェがあったので、ちょっと朝ごはんがてら寄ってみました。やっぱりパリに来たらクロワッサン食べたいですよね。あとコーヒーです。パリのクロワッサンってなんでこんなに美味しいんですかね。ウィーンのも美味しいんですけど、ウィーンのより美味しく感じました。で、カフェの近くにですね、有名なサクレクール寺院がありました。白くて荘厳でめっちゃ迫力がありましたね。で、ここからパリを一望できます。綺麗ですね。で、帰りはこの反対側にあるモンマルトルの階段を降りてみました。この階段一つとってもやっぱり本当に絵になりますよね、この街は。で、パリってこうやって街の至るところにメリーゴーランドがあって、本当に可愛い街だなって思いました。ということで、今回はパリの街歩き動画をご紹介させていただきました。次回はですね、パリのアパートを実際に借りて生活した様子を皆様にお届けしようと思っています。楽しみにしていてください。今日もご視聴ありがとうございました。